来週の音侍 <laughs>、えー、魔王軍のベテランチですえ壁ですとわですいやー <laughs> 本当今回は、えー、皆さん、えー、ご心配をおかけして申し訳ありませんでした<う>ああ2人は全然そんな 2>,、うん、2人にもごめんほんままあまあ心配でしたよちょっとあの、ね、まさか魔王軍を敵に回すと、うん、怖いなー、うん 魔王軍は怖いよな、はい、大炎上ありがとうございます炎上してました、うん、結構してたねえ、ね、まあ知らない人も多いかと思うんですけど、うん、そうねまあだからいきさつからね説明してください、はい、まず1か月前から僕この「音侍」でも何回も話してたんですけど、うん、デュエマをずっとやっててそうねカードゲームね「デュエルマスターズ」っていう、うん、いやすごいよ、うん 正直医学より勉強してたよデュエマの方がと言ってもいいだろう金もかけてるしな金もかかりますはい医学はもうアプリ買っただけでうでまあ先週の先週っていうかまあ今撮影してるのが水曜んとかかうん今日は水曜日そうかで出てるのは多分月曜なんでちょうど丸1週間前の土日出てる時からしたらそうね今からしたら3日前ぐらいの土日に名古屋でデュエルマスターズグランプリといううん 4, 人が参加して、えーはい、スイスドロー形式っていうまあその総当たりの人数を追いばみたいな,なんか 1>,、うん、1勝したら1勝同士で当たって2勝したら2勝同士で当たってあ<ー>、はい、あなるほどで最後まあ9勝九試合って九勝か8勝1敗か 1>、うん、7勝2敗の上の方やったら上位128人に入れてああ<ー>でまあ上位が決勝トーナメントでまた戦って最後優勝を決めるというなるほどというのがありましてうん、うん それに出ましょうとなりまして出てはあ出んかったらよかったねせやな元をたどればねせやな元をたどれば出んかったらよかった出んかった頑張らんかったよかったこんなことなんねえやったらほんまにデューマなんかせんかったらよかったホンでまあいきさつ言うと2日目にその炎上の部分だけ話すとこのあと全体まず話すんですけどいった炎上の部分だけかいつまむと2試合目にまあえっと 1日目と2日目でちょっとルールが違っていて<う> 1>, 1日目はアドバンスっていうよりなんか複雑でちょっとマイナー気味な方のルールと 2>,、うん、2日目がオリジナルっていうごく普通のデッキ40枚あって、うん、普通に戦うやつがあってそのオリジナルの2試合目、うん、で僕が2試合目2連勝したんですけど初日あじゃ二2日目 2>、うん、朝から2連勝して 2>,、うんうん、2試合目終わって、うん、なんか相手が。 マーシャルっていう、うん、その時も流行りだして4日ぐらいしか経ってない、うん、でもめっちゃ強いと言われてるデッキを使ってて<う>でたまたまそれに俺が買って<う>でまあ僕にゆえも教えてくれた人とか45人ぐらいいたんですけど、うん、その人らんとこ行って2試合目終わって「うん、いや勝ちました」みたいな「うん、でマーシャルでした」みたいに言ったら「うん、えまたマーシャル当たったの?」みたいな「うん、所詮もマーシャル当たってて俺」 ーでマーシャル使ってる時点で、うん、ガチ勢なんよあなるほど、ね、そうやな,なそんな4日前とかで出てきたデッキを使いこなせるようになってるってことやもんな出てきたつってもネットにそのデッキのシレシピが上がってて、うん、でそれを見てそれ構築して使い方把握して当日使いこなそうと思ったらもうほぼランカーやろうっていう、うんうん、ランカー同士で情報共有してたらそれできるけど一 <laughs> 人で家で見てたら絶対できひんからそんな、うん、っていうのでえっ2試合目誰やったみたいなうんか リッキーですって画像で見れんねよ次の対戦相手とかリッキーってやつなんですけどって言ったら「ええみたいなそこいた全員が「ええ？リッキーって魔王軍のリッキーじゃん!」「何ですかそれ」って笑っててもうてうん誰やねんやなまあ俺らからしたらそうでまあこれもその反省なんやけどずっとこの1か月ぐらい音侍でハンドルネームいじるくだりやってたやん まあそうね。デュエマプレイヤーの、うん、ツバイランスチャンネルのツバイランスちゃんさんとか、うんうん、フェアリーチャンネルのフェアリーさんとか、まあそれも別にまあ、なんやろ、いじってるのもあるけど、うん、まあ俺からしたら、デュエマの、なんやろ、デュエマに興味持つ人増えてほしいなっていうのが根本的にはあるわけよ、うん、別になんかただバカにしたいわけではないというか、もちろん。で、うん、まあで、まあ デュエマのネーミングセンスと一緒やからなそうデュエルマスターズな結局全てのカードの名前がなそう魔王んみたいな名前面白いんすから一緒よで俺はそれは好きっていう大前提おもろいと思ってるし好きっていうのでずっといじっててでまあそれ聞いていやんか俺その時対戦結果とかあんまツイートせん方がええんかなと思ったんやけど フラットさんっていう、俺にデュエモンを誘った人。うん、まあこの人が今ね、もう謝罪に謝罪を重ねてるな,なんか謝罪してたな、フラットさん俺のせいで、フラットさん謝りまくり。ほんまごめん。<laughs> まあ、<laughs> <laughs> でも、そのフラットさんが、ツイッターに、いやこれおもろいよ、みたいな、うん、なって、フラットさんがツイッターに、ベテランチリッキー倒して2勝ってマジかよ、みたいなツイートをしてくれたんよ。うん、で、それ見て俺、まあこれちょっとフラットさんに責任を押し付ける形になってんだけど、今。<laughs> 別にフラットさんにツイートしろって言われて全く言われてないけど元京節そう都市伝説あるフラットさんが全部支持したんじゃないかっていう都市伝説まで出てますそれ誰がツイートしてたかっていうとツイッターにいる極道さんっていう人極道さん極道が極道さんが極道がツイートしたおおそれ見てツイートした方がおもろいなっていう周りも盛り上がってたからまあうん てか、普通にそのプロが初心者に負けたってなったらおもろいやん。そうやな、その魔王軍のリッキーってたらプロやったよな。そう。魔王軍っていうのはプロチームだったんですよ。で、ま、そのプロっていうのが、俺はそれあんま知らんかったんやけど、ごめん、どういう意味だ、その、デュエマのプロって何その、ま、プロって言っても多分、それ一本で食ってるわけじゃなくて、その、魔王軍っていう、デュエチューブっていうデュエマの公式の YouTube が登録者15万人ぐらいおんねんけど、それに、デュエチューブリーグっていう企画があって、 そこに3チームぐらい参加しててでそれがツバイランスチャンネルのツバイランスさんがリーダーとなっているチームサガっていうかっこいいチームと SAGASAGA って神話に出てくるサガみたいななんとかサガみたいなチームサガっていうとあとフラットさんがリーダーを務めるフラットゲームみたいなおおそうなんやいい感じの名前のチームとあとえ ドットさんやったかなちょっと間違えてたらすいません。うん、ドットさんっていう方がリーダーを務める魔王軍っていうチームの。<laughs> いや、おもろいね。いや、笑うなよ、お前。炎上するぞ。魔王軍。三者三様よ。いや、そう。うん、いいやん。バランス取れ取るいいや <laughs> で、それが俺は結構だから、もっとプロやと思ってたよな。あんま知らんかったから。うん。うん。だからその、 まあそのちょっと言い訳なんて申し訳ないけど、まあ、ほんま悪意はないっていうのを伝えたくてでも表に出てる人なんやろういやうドゥエマープレイヤーって言って表に出てる人なんやろやせやねんと思って俺はおい、うん、しなるやろうなと思って、うん、で、まあ、ツイートが、えーまあ、これが炎上一歩目なんですけど自撮り俺の「チャンネルにそっくりと話題の自撮りの、はい、笑顔を添えて<ー>なんか二連勝してます、うん、でなんか魔王軍のリッキーさんっていう人を倒したみたいです 「魔王軍って何ですか?」っていうツイートまあまあ俺はこれぐらいかなっていう話題ちょうどいい話題になるんちゃうかなっていういいんじゃないでその魔王軍のリッキーっていう名前を何で出したかっていうと名前出した方が向こうも絶対知名度上がるし絶対その初心者 YouTube とかデュエマの YouTube とかにあんま触れてない人から知名度上がるやろうと思ってもほんまに全員。 完全なまあ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 それはどうかなって感じやけど別に受けた方だけちゃうって思うけどまあまあまあ受けたかったのもあるけどまあいじりよなうんであ受けたらうんまあそうねやっぱ魔王軍っていう名前がやっぱくだらなすぎるとまあそれははいすいませんありました小学生やんっていうはいそれは思ってしまいましたのう思ってるのがちょっと透けて見えたな大前提なうんそれは思いました魔王軍あかんよ あかんかな <laughs> バカにしたあかんって。<れ>魔王軍、かっこええやん。うん。デュエーマンを、その、大人は趣味としてやってるけど、やっぱ、中学生と大人でしょ、大体やってるのは。もう、小中高。まあ、中高大大、大大人。まあ、万便、うん、なん大学生が多かったかな、自分らしたら、やっぱ魔王軍っていう名前は、やっぱ、ストレートにやっぱかっこいい。 それは分かるそれは分かる高校生いやでも結構魔王軍かっこええなって大人も怒ってた思ってるところをやっぱりその大人も怒ってた大人がバカにしたらそのいやそれもだからな結構俺の読み違いで魔王軍いじったらみんな喜ぶと思ってんやっぱ誰かはよいじってくれへんかなってみんな思ってると思ってて俺は魔王軍さすがになるほど違った で、まあ、そこまではまだ良かったんよ、うん、で、まあ、試合、2試合目終わって、ツイートしまして、うん、で、3試合目俺負けたんやけど、<う>3試合目負けて、ツイッター見たら、うん、で、俺、その、ツイートした後に、その、リッキーさんをすぐフォローしたんよ。で、それは、俺は、なんでかっていうと、その、ツイートで、ちょっといじってますけど、仲良くしてほしいですっていう言ったら。いや、まあ、そうやんな。普通にな。そう。それはそうや、うん、絶対そうやん。うん、その、 わざわざもう自発で。うん、まあそれ、ほんまに、まあ俺の反省ってもう一個あげると、DM しようかなって思って。その、ツイッターでいじっちゃってすいませんみたいな。うんうん、でもほんま対戦ありがとうございました。うん、名前出しちゃってほんますいませんみたいな。うん、でもなんか宣伝になるかなと思ったんでこういう感じでツイートさせてもらってますけど、全然悪意とかなくてみたいな。うんうん、でもちょっと、試合があったからその後。遅、うん、れんかったよ。うん、<laughs> で、まあ。 まてかリッキーほんま清潔感になるないい感じの大学生やったよなそうなんや倒した魔王軍のリッキー大学生大学34年とかかなだから余計申し訳ないでもなんかほんま周りはウケててえそれそれ普通に前回日本一ですよみたいなリッキーええ半年ごとにあんねんけど前回大会の優勝やねんええ魔王軍のリッキーそんな強いんやすごいやお前いやだからめっちゃおもろいやん 初めて1ヶ月でそうやん。日本一に。いや、もちろん別にそれで調子乗ってるとかじゃないの。うんやから。日本は。はあそれで調子乗ってもうたんや。マジで。調子乗ってますよ。調子のに乗ってます乗ってまうな。マジで、それ何も思わんて。俺がだって、大谷から三振取ったらツイートしてまうもん。するな。一緒よ。まあそうか。ランダムで大谷に当たってな。三振取れたら、まあそう。空にツイートするよな。そらも自撮り上げちゃうよ。な。うん。 エンゼルス、ドジャースの大谷、ドジャースって何ですかドジャースの大谷翔平から三振取ったんですけど、ドジャースって何ですかって言ったら、それはみんな怒るやん。そうか。それと一緒のことやってる。いや怒らん怒らんなごめんけど、それは怒らんな。いや、それは怒らんな。怒うん。それは、なんか、お、だからその、すげーやで。そっか。怒れーってなるけどな。みんな大谷を信用してるからな、その場合。 うんね、大谷の格はそんなことで落ちないっていう、うん、はいはいはいそこがそう謝っちゃってんけど今大事なこと言ったな格<ん>が落ちるもんなお前に負けたら <laughs> そうかいやいやいや落ちひんって運やから別にそれぐらい危ういんやんなだからうん、うん、まあと思うからんそれはまあその運であるっていうことがあんま分かってないからみんないやそうやなそれはそうやと思うそうそうそう先攻後攻、まあ、とかも大事やし、うん、俺が大谷を抑えれるのはまあ やばいからそれは全然違うけどそうね川口義勝から PK 決めるぐらいのいやぐらいちょうど確かにちょうどそれぐらいほんまにこっちがたまたまええとこ蹴ったら別に入るけどっていうなぐらいのイメージで見とかなあかんかったんやなデュエマをまずうんでもまあそれはそうでもやっぱデュエマをやってる人たちからしたらやっぱレジェンドというかいやまあそこはある程度んかその俺ちのリッキー 俺たちの魔王軍やったのをやっぱそのバカにしちゃったっていう、うん、でまあブロックされて <laughs> フォローしたら、うん、で俺は正直マジかとは思ってやっぱまあ、ね、大人げなさすぎへんかっていうプロ,プロがそのこっちがその初心者っていう体で、うん、ほんまおもろなってくれっていうのでツイートして、うん、でフォローまでしたのをブロックはさすがに悔しいからやろっていう いやまあでもお前年上やしなえ俺がうん<で>お前の方が年上やしや <laughs>、うん、お前の方がやっぱフォロワーとかも多いし、うん、そんなその目上やし格上まあそのデュエマンの中では初心者かもしれんけど、うん、やっぱ影響力のある人から急に、ね、怖いよな、うん、絡まれて怖かったんちゃう,そ,う,そ,うそれはでもそうかもしれんほんまにでまあブロックされてうん、うん で、それ周りに話したんよ。うん。で、それ周りに話したら、それまた、いや、おもろみたいな。うん。ああ<ー>。リッキーみたいな、おいみたいな。なるほど。ってて。くっさいもんな。<laughs> いやいや,いやそこまで俺言ってないけど。なるほど。くっさいよな。もう何プロレスみたいに楽しんじゃってるってこともう。<前>周りはそうや。周りは、だからその、普段多分、今考えたらやけど、<laughs> うん。魔王軍のリッキーは、いじったらあかん人やったんよ。結果的に、最終的には。 うん、ねんけどいじったらアカンタイプの人やったんやけどその周りが笑ってたから、うん、あこういういじられ方してる人なんやって思っちゃって俺はうん、うん、そのほんなんで周りが笑ってたかっていうとこいつがいじったら赤いやついきなりいじってブロックされたから笑ってたんやけど,ど、ね、<laughs> 俺は笑ってんの見てあこれおもろいタイプの人なんやと思ってそっからもう怒涛のなんか。 魔王軍のリッキーって人にブロックされてたんですけどプロデュエマンプレイヤーって負けたら悔しなってブロックしてもいいんでしたっけとか、うん、あまあいう権利あるかいや怪しいこっから怪しい<笑><笑>ままあうん攻めたんや意味わからんもんな正直な <laughs> 正直ツイッターブロックすんの意味わからんもんなまあうん、うん、そのいやでもそれはや,やめ俺はデュエマンプレイヤーの意見も正しいと思う 何が迷惑大人の対応、大人の対応やね。不快な人を見つけたらブロックするっていうのは大人の対応。まあ、これはでも、だから。非常にダサいけどな。これはでも、だから、結局その、俺は向こうのことを演者、表舞台に立ってる人やと思ってスタンスでやってたけど、うん、別にその、俺が思ってるより一般人やったっていう、普通に。っていうことやね。突き詰める。でも YouTube 出てんやろ出てる。うん 難しいとこころやそはだからデュエマの YouTube っていうのは別に YouTuberYouTuber <laughs> したことが好きでやってるんじゃなくてデュエマ強すぎるから YouTube たまたま出てるだけの状態やね、まあ、や確かにそうけどまあその出ますって言って出てるんやからいやそういう理屈もあんねんそうやねいやまあそれ言いすぎるとでもまた叩かれるぞお前まで大丈夫か俺を守ってお前が一緒に叩かれるまあええかマジでいい <laughs> ガチで言う言うねんけど <laughs> うん、うん、そうなんよ まあそれはでもリッキーさんはほんまに不快やったんやろからそれはまあほんまに俺の落ち度というかいやでもほんまに悔しかっただけやでまあそれは分からんそのあとでんでブロックしたかの説明がリッキーさんからあるからそれは話すんやけどんあんねやあるそれ文書で見直してた見あ見てないわそれちょっとあとで言うからそ,そういえいえ何言うても説得力ないよ悔しかっただけやもう絶対いやその後で俺が、うん、まあその煽り入れて2発ぐらいうん、うん のリッキーさんみたいなでそれが2発やブロックされてました俺は東大ブロックもう1発がいやしかし負けて負けた相手ブロックするっていうのは結構斬新な発想やな俺は東大落ちても東大をブロックはできんかったからほんま思いつかんかったわこれ2発目うんまあなんかいつもの俺まあ言ってもいいと思うなで3発目が最後 GP 参加しましたみたいな画像ツイート4つ並んでて 1個目がデッキの画像2個目が笑顔の俺の画像3個目がフラットさんとのツーショット4個目がリッキーにブロックされてる画像で7勝2敗でしたありがとうございましたいや上々の成績ちゃういやそうまあ対戦相手の運次第では決勝となナメンいってもらいましたはいでえ竜瑛も教えてくれた皆さんそして対戦してくれた魔王軍のリッキーさん本当にありがとうございましたではこの GP のツイートは一通り終了でまあまあ完結やな でまもうええかっていうはいはいいじりすぎもよくないまあまあまあでまあ GP のことをみんなさぞ知っただろうと普及したでと思っておっしゃええ仕事したでと思って帰って寝て起きたら翌朝あのデュエマ公式のデッドマンさんデッドマンさんっておんねんみんな名前ないやねんおいそれ言うんやめようデッドマンさん デッドマンさん公式ってゆえまを運営してる人がやってる個人アカウントみたいなあ,あその YouTube とかもそのデッドマンさんが基本知ってるんだよなえー y o、うん、デッドマンのツイートよしきざデッドマン翌朝、うん、あまり苦言は呈したくないけどイベント内外での他のプレイヤーやコミュニティに対するリスペクトにかける発言は十分慎んでくださいねかっここれ以上言及しませんかっこじこれ以降えー、公式が怒りの声明そう,そうこっからもう流れ変わった その前日までは言うて、そいつリッキーや、ね、<laughs> 違います。リッキーと同一人物だシ吉ザデッドマンです。<ー>全然違う。まあこれはでも多分やけど、ほんまに公式の人が、自分たちが一生懸命やってるデュエチューブリーグいじられたから、ムカついてるっていうのもあんねんいや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 。ほんまは多分。デュエチューブリーグをいじったんじゃなくて、リッキーをいじったんですやん。<laughs> まあまあ、それもでも、リスペクトがなくなっちゃうよっていう。いや、その。なんで、負けだからよ <laughs> 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 お前俺より俺はけたからやろうんうんうんいやその何やねんマジでなんかまあ何やろ説明むずいなまあそのホンは多分、うん、俺だけじゃなくて、うん、結構その当日別の騒動であの、うん、ジャキーさんがタバコポイ捨てしてるっていう嘘の画像を盗撮されてツイートされて炎上したりとかおい <laughs> これはマジでおもろいんやけどジャッキーさんはタバコ吸わへんねんジャッキーさんはタバコ吸わへんねんヘブンズゲートの使いてないけどヘブンズゲート ?1 日目3位とかジャッキーさん強いなジャッキーさんは4500人おって3位やから強いやんめっちゃ強いのに喫煙所で友達にその前の試合の結果話してたんやってで立ち去ろうとするときにその 話してた友達のうちの誰か一人が地べたに吸い殻置いてたのを、その一緒に画角に収められて、お<ー>ジャッキーポイ捨てしてて笑った。<laughs> 炎上して <laughs>、で、ジャッキーが盗撮やめてください。<ー>で、もう大炎上。<laughs> とかもあって。してうん、で、<laughs> しょうもない。<laughs> ジャッキーが炎上した。 結果そのほんまにタバコをポイ捨てしてたのは誰かっていう犯人捜しがもうええわどっちでもせやねん高校生がタバコ捨てたんちゃうんやからそうまあポイ捨ての一本人かんねんけどあかんけどあかんけどみんなで戦んでええやん犯人捜すようなもんじゃないよでも犯人が見つかりましてジャッキーさんなんとツイッターで何々さんとは永遠に関わりを断ちます宣言え謝らされた ジャッキー。え、ジャッキーが、ジャッキーが、その、タバコをポイセてしてた、そう、犯人とは、もう一生関わらへんのそ。そう。ジャッキーが、お前こいつと友達なんも結局、ジャッキーが悪いやろって叩かれて、そのフラットさんが謝ったのと同じシステム。えー。は<ぁ>統一協会ってなって、今 <laughs>、そのタバコ吸う何がもうほんまだから。ええよ、別に関わっても。ええよな。と思うよな。うん、とかもあったりとかで、だからヨシキ、吉木ザデッドマンは多分、まずその、 俺とリッキーを叩いてるお互いのファン、いたファン。うん。これがまず一番やばいやん。うん。正味別にここで終わってたら俺がリッキーに謝ったら済む話というか。うん。リッキーごめんと。うん。いじりすぎたと。うん。けどもその、ファンがもうこうなってるから、うん。多分それで全体を見て、そういうのやめましょうねってツイートしてたんやけど。いや、まあでもブロックした方が悪いけどな、先に。いや、それ珍しい、それ前そっちが先生方が珍しいけどな。まあな。うん。 ま、悲しいからな、ブロックされたら。常識の範疇で遊んでたのを急にブロックしてきたんやから。そっちがま、先に攻撃してきてるう。嬉しいわ、その意見の人初めて見た。一人もおらん、ここまで。ほんまに。誰も。普通に考えたらリッキーが悪いけどな。いや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 、まあまあ。それ、まあ、気にそくの人と同じ意見です。おおあの、今日ついに気にそくに俺のすれたって。すごい気になる、気になる速報。すれたいが、 デュエマかい、かっこ、秘デュエマ界隈。初めて1ヶ月の東大学部生、ベテラン地に、界隈を潰されかけてしまう。わら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 ああああいいタイトルや。で、これ立てた人は、もしかしたら、ちょっとどっちか言うたら、俺のアンチなんかなっていう。ああ、別に、うん。いいんじゃないなんか、ツイートのまとめ方とか、あの、ヨシキザ・デッドマンのツイートわざわざスクショ載せてたりとか。で、終わりだよ、この界隈って、その1の人が言ってて。で、4が。 見てきたがこれはさすがにカードペチペチ界隈が顔真っ赤にしすぎやお前はこいつマジでそう4番34そ34番ですホンマ1つホンマえぐいよカードペチペチ界隈大人になろうやほんまいつまでもカードで遊んでないでさいやまあそれはでもそのカードゲーマーに対するそれは差別何リスペクトにかけるねいやいやむちゃくちゃやでもまあそのうんっていうのが サッカーファンそれお前やんけええな俺は良識のあるサカ坂タやから良識のある豚でまあその良識 s デッドマンのツイートからほんま流れ変わって「お前公式が言ってんねんぞ」みたいな無限にリップ飛んでくるようになってはいはいはい公式も逃げやからなそうでも公式にここまで言わせるってマジでやばいみたいなでもデュエマ界隈のもちょっとした有名な YouTuber とかなんか Twitter 民とか3000人ぐらいフォロワーおる Twitter 民がフラットさんに「 しょユーチューバーじゃなくて可愛い女連れてきてくれよってツイートして、80いいね集まったりとか。集まってない,ないなそんなも集まってない<か>思ったり。<laughs> まあいろんなことがありまして、でまあ炎上となりましたというのがいきさつですね。はあ。まあ、その、デュエマが好きな人たちが、その、みんなが何年もかけて頑張ってきた中で優勝するような人が、 その、土台学部の頭脳を持ってしたら、一ヶ月で、その負けてしまうような、その、ゲームやったっていう、自分たちが一生懸命頑張ってたことが、うんうん、そんな簡単に頭のいい人にすぐ攻略されてしまうことに、うん、俺は一生懸命頑張ってたんやっていうのが、うん、もう悔しいって悔しいって、冷静に見れてないだけです。いや、それ、いや、それはどうなんそれは、いや、いや、俺は結構自分も悪いとかあったと。 思ってんねんねけどな、うん、まあでももそういうい意見もわかるそう、ねうん、俺擁護派の人は基本そういう意見、うん、はいはいでもそれもなんか元からデュエマに対するその知識があんまない人はこっち側につくみたいなこと <laughs> が多いんでデュエマファンでそのベテランっち側の人っておるんすかまあ多少おったエゴさした感じああそうなんやうん、うん、やしまあ全員と喋ったわけないじゃないけどそのインフルエンサー寄りの人ほど なんか大変でしたねみたいな、うん、あまあいろいろ工夫してくれてたのはわかるんすけどみたいな、うん、まあそれはちょっとドンマイっすみたいな、うん、でもまあデュエマーのことは嫌いにならないでほしいんでみたいなこれからもみたいなことを言ってくれる人が大人やねえ、うん、<ー>一応魔王軍命名した人にも俺は謝罪の DM 送ってるリッキーには謝罪送れへんからもう<ー>、うん、リッキーにもほんまごめんと思ってる、うん、リッキーと魔王軍のメンツにはほんまごめんやけど、うん、まあそれ以外の人はほんま知らん うん、デュエマファンの人はほんまにうんけどそう謝りましたで、まあ、最終すごいいい DM 届いて、うん、<ー>なんかデュエマファンの人がいっぱいも誹謗中傷の DM 届いたんですけど<ー>その中で一番良かった、はい、DM が「うん、<laughs> ここまでデュエマ荒らして楽しいか本当にクズだな」「<laughs> バトルゾーンに東大生とかいう肩書きいらねえんだわ<っ>対戦相手をリスペクトできない無能はうせろ これ反省ですかっこいいかっこいいよなかっこいいねよなお前いらんねんだわいらんねんだわいらんねんだわだまあそれは反省ほんまバトルゾーンに東大生という肩書きを持ち込んでしまいこの度本はに申し訳ございませんでしたいやわろたわろたいやでも結構まあほんま。うん反省させられたいや俺はさすがに霊笑してまうなお前めっちゃデラすぎんねんごめんけど霊笑してまいますわえとははどう俺もう悪ないでもやっぱ悪い な、さすがにな。うん。ブロックされた時点でもう次いかん方がいいな。次発目、三発目。そこはちょっとやっぱその。ちょっと出ちゃったな。うん。俺の癖が。癖出たな。え、そうなんや。でも、結果得すると思ってんねんな、俺はこれみんな。もうそのブロックされた時点で俺とリッキーは修復不能。<laughs> まあね、トータルのね、トータルを考えたらまあで。まあそれはでも俺の考え方多分、なんやろ。珍しいというか。まあまあまあ。 でも1年後振り返った時に絶対リッキーも俺も得すると思うまあことが大きくなったそう話題性はありますから、ね、そでその炎上商法おもんないっていうのも分かんねん、うん、俺も別におもんないと思ってんねんけど、うん、今の時代炎上商法ってめっちゃ成功法やから、うん、まあそうねだからしゃあないこれは、うんうん、っていう言い訳もさせてほしいけどまあ普通の常識で考えたらいかんでよな、うん、まあな っていうところはありますそうやなもうちょいその相手のことを知ってから行く方がいいよなうんだから DM ほんま一本入れとくで全然違ったのになっていう反省ありますほんますいませんリッキーく、うんまあまあまあでまあリッキーくんの一応そのなんでブロックしたかっていうツイートそ,、ねうん、そこがやっぱ気になりますから、ねはい、一番なんですけどお騒がせしている件について、うん、僕はいい周りのことを傷つけるのは本当にやめて っていう文章で画像ツイート、うん、負けは自分が弱かったから強くなりたいから敗北は全て受け入れる対戦相手ありきのトレーディングカードゲームだし相手に感謝はあっても怒りやイライラは起きないですただ自分だけなら全然いいけどチームに対して誹謗中傷されたのが本当に不愉快だったので初めてブロック機能を使いました後にプロレスという文化があるのをとある動画で知りましたが 知り合いでもないプレイヤーから一言も前置きもなく自分の大切な人を誹謗中傷されるのだけは全く納得がいきません。それを擁護するインフルエンサーにも自分の意思を変える気はないしもうこれ以上この件に関してはこれ以上触れないようにします。今後は負けて悔しいからブロックするような真に弱いプレイヤーだと勘違いされないように身内を馬鹿にされないくらい強いプレイヤーになれるようにさらに努力を積み重ねていこうと思います。それでもまだ僕に言いたいことがある人は好きなだけここの DM に送ってください。 という。はあ、でまあリップでいろんなデュエマの人から「僕もあれは煽りだと思うし不快に感じたのでベテランチブロックしました」「カードゲームは多少運が絡むのに1回勝った程度で調子乗りすぎないよな」とか「ブロックってかなり大人な対応なのをリスナーたちは理解した方がいい」とか「<ー>デュエリストとしてそして人としてよりリッキーさんのことが好きになりました」 <お>えー、これからも常に相手への敬意を忘れずにデュエマをしていきます。珍しい。<laughs> いや、でもこれはまあまあ、リッキー悪ない気はする。上がって上がって、うん、えー、いや、普通にベテランチのツイートめちゃくそ不快だし、正しい対応だと思うけど。とか。ええー。そんなあれなその<う>ブロックのタイミングが、 せやねんお前の、せやねん、これが伝わってない。全ツイートより後やったらええよ。うん、いや、せやねん、これが伝わってない。1>, 1個目、せやねん、うん、これがな。魔王軍って何ですかしか言ってなかったら、誹謗ここ中傷ではないよ。いや、せやねん、これがな。だから俺が追撃してしまったことで。魔王軍っていう名前がダサいから、魔王軍って何ですかって言われたら、魔王軍っていう名前をディスるなよって言ってもうてんねん。うん これが伝わってないましてちょっとね心のどっかにあるんでしょうね魔王軍ってダサいかなって思ってるから誹謗中傷やと思ってるだけでてかそのダサいそうやしダサい何にも言ってないよな魔王軍って何ですかは何1件目のツイートに関しては一切誹謗中傷の要素ない気するけどな魔王軍って何ですかって聞いてるだけやからうんせやねん知らんねんもう受け手によっマの視聴者は。 二手目、三手目の追撃も見てて、それがどこの時系列かも、あんまそのちゃんとは分かってないから。いや、だから分かってから二発目、三発目も見て、ベテランチが悪いってなってんねんけど。うん、せやねん。ね、まあ、結構いろんな意見。ブロックすることはいい判断だと思います。自分は魔王軍が大好きなので、魔王軍を侮辱する奴は許しません。応援しています。これからも頑張ってください。魔王軍を傷つける奴は俺が許さない。<え> <laughs> そこまでこ。言ってる そこまで言って、ほんまにんま魔王軍を傷つけるやつは俺が許さない。いこのツイートに、魔王軍を3回も言ったら、もう魔王軍っていうワードで笑い取ろうとしてるやん。誹謗中傷。誹謗 <laughs> 中傷や中やこの,の魔王軍って3回言ったら。魔王軍って3回言った中や <laughs> 違う違う。魔王軍なんてほんま、1回だけにしたらな。すごいな、マジで。うん、<まあ S 1> なんか、その、え、それ、何歳ぐらいなんでしょうね、その、つい主さん。まあまあまあ。 俺なんかあのもうあれ思い出したわわさら <laughs> わさらだな、うん、わさらだん、ね、でわさらだ、ね、やな<だ>にみたいなもんス、ね、井さんやでうんいやだからまあそれはでもほんまにうんまあでもそこまで含めて俺の思いやりなかったなってほんまに思ってるそのまあまあ、まあ、大人げうんなんかそれがおもろいってならへんちっかけど第3位 いきの負けて悔しかったわけやんずっとって,てる <laughs> お前ずっとそこおんねや、うん、負けて悔しいからブロックするような弱いプレイヤーだと勘違いされたくないのでって言ってたよ、うん、うん、言ってた負けは受け入れるそうやん <laughs> ていうかほなブロックせんかったらええもんななうんまあでもその誹謗中傷されたからっていうまあ俺が完全に誹謗中傷したからないえいえ全部説明してたやんイライラしたからブロックしたんやろ かな負けて。悔しくて。あ、でも思わない。ちなみに、リッキーとの対戦で、まあ、これは全然別の話になるかもやないけど、あの、呼びにオマルルっていうカード俺が使ってて。まあ、にビニオンマルルで、呼びにオマルルっていうのは、ターンの2個目に出てきたクリーチャーが出てきた時に効果が起爆するカードなんやけど、ターンの2個目ターン、1ターンに2個クリーチャー、まあクリーチャーっていうかモンスターみたいなやつクリーチャーを出したら、2個目のクリーチャーが出たタイミングで、 呼びにオンマルルの効果で1個山札の上から手札に入れるかマナに入れることをできるっていうカードなんやけどこれ結構忘れやすいんや2個目でそのターンは覚えてるやんマルル出したばっかりやからで何ターンか経ってこのターン2個目出したなっていう時に忘れてたら結構あんねんよこれ忘れるっていうの俺初心者やからとかで試合中に俺忘れたんよマルルを出した次のターンもったいないってことやんそう俺が損すんねんそれ忘れてたらでまあプロのリッキー選手 感無視。<れ>俺が忘れてたこと。指摘せず。まあ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 。うん、で、まあ、次の、次の、で、その次のターンに俺自分で気づいて、うん、あ、さっきのターン忘れてましたね、みたいな。うんうん、ごめんなさい、みたいな。一応マナー悪いから忘れてたら、うん、忘れ、忘れてました、ごめんなさい、みたいな。うんうん、言ったら、絶対こいつ気づいてるのに勝ちたいから黙ってたやん。いや、まあ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 、うん <laughs> うん。どうなんプロとして、それ。いや、まあまあまあ。俺はいさ、<laughs> それはエンんち ?GP っていろんな大会、いろんな人来るぞ。うん、初心者含めて。二 2>,、うん、2試合目で、1勝する。れはでもプロの自覚がないんじゃない、うん、別に。いや、だからそうやね。だからその、前提がそうや、ね。<の>デュエルマスターズにそのフェアプレーとかはないんじゃないだその前提全部、その、俺がプロやと思いすぎてたっていうのがほんま間違い。いや、まあでもそれはな。 その魔王軍の力がプロっていう情報だけ聞いて、うん、あほなもうおもろしようみたいな<ー>向こうプロなんやってほな頑張っておもろしようって思ってしまったはい、はい、それがはい本当すいませんでしたなるほどねそれも相まったんや<う>相まっていや難しいなでもそれ勝ちたいだけでもそんだけ勝ちたかったから負けて悔しかったんかいやその負けて悔しかったからブロックしたわけじゃないで いやでも負けて悔しい。死亡中俺がしてしまった、ね。違う違う。負けて悔しいのはもちろんあるだろうっていう。まあなあ、ないわけないもん。え、悔しくはないみたい,の書いな感じなんて。悔しいとか。負けて悔しいところないんやっけ。いや、負けて悔しい,い,悔しいけどイライラするはないんやっけ。うん、うん。自分が悪いから、それでブロックしたやつやとは思われたなるほど、なるほど。ダサいわー、なんか。<laughs> 自分はいいけど、チームはみたいなことやろ そうまあ、魔王軍にねドラヤキさんとかもいますからやっぱドラヤキさんを守りたかったんかなっていういや別にドラヤキさん強い、ね、いやドラヤキさん面白いな名前ドラヤキさんいい人やねんちょっと見しててほしいやーなーいや,やめよそのリッキーの悪口にやめよほんまに相手に感謝はあってもに違うから怒りやイライラは起きひんねやもうん、俺は別にうんベテランさんが 2, 2, 2発,3発目の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 言ってるのが悪いと目の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 目で目の目の目の後や目うんまあ後でもその目 まあな。いや、ブロックの後はもう、そりゃ、何したって一瞬。<laughs> こいつ、まじで、戦闘民族すぎねすごいな。ネットリテラシーが中1から止まって <laughs> <laughs> いや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 、これはでも、いや、こいつがじゃない。いやー。まあ、その、でもこれも言ってなかったじゃないけど、俺からフォローしに行ってんのにブロックしてきてるからな、相当悪意はあるような。まあね。俺のその、まあ、だから、青りのフォローと思われたってことなんかな。そんなわけなくないな。そんなわけない。 さすがに、フォロワー10万人のやつが、戦って勝ったぐらいで、あおりのフォローとあおり変化を、なわけはないというか。あおりのフォローってなんやねん。この世にあるんか。いや、そうやねんだから、フォローを、自分からしてフォローして、<laughs> そのもう、そのフォローで、いや、ごめんなさい、いじっちゃって、みたいな。対戦ありがとうございましたで伝わる、と思ったところの、そう、ブロックやったから、ちょ、それは悲しかった。まあね。 でもそのブロックされたっていうのはみんなほんま笑ってたから、おもろいんやと思ってもうた。いや、おもろいやろ。っていう、はい。うーん。なるほど。流れでした。いやー、これは議論の余地あるね。みんなぜひ。まあそうね。まああんまそのでも誰が悪いみたいなのやめてな。俺とかリッキーを悪く言うみたいなのは違うというか。うん。まあ俺は。リッキーを直接叩きに行くのは違う。じゃあほんま違う。それほんま違う。それは違う。うん。俺は言うけど。うん。それ影です自分の媒体では言うけど。うん。それ全然違うんで。うん。 結構はいいろありましたでも本ンめっちゃ楽しかったで GP あ本間全然エマイの熱冷めてないんでこれからも言い続けます愛してるんでお前らみたいなそのカスみたいなリプレイ送ってくるやつよりも愛してるなんせ俺は名古屋に行って7勝してるからそうやないやすごいよ7勝2敗リッキーは何勝何敗ったリッキーはその日ちょっとドロップということであら3敗参拝したら強制ドロップへえいやそうなんや決勝行く可能性なくなって なるほど同敗したらもうそれ以上戦えないじゃあほんま大金星やったんやリッキーをそう沈めたというへえはそうたまたまホンマたまたまなんけどそれはまあな運もどうのこうみたいな言ってたしなリッキーさんもそれがほんまどういう試合やったかっていうと相手がマーシャルループっていうデッキやったんやけどでこっちが穴からルルっていうデッキではあ で、マーシャルループっていうのは、マーシャルっていうカードを出して、手札に必要な書類、書類じゃない、カードが3枚くらい揃ったら無限ループして勝つねん。ああ、言うてたな。マーシャルの、そうそう。ループを証明せなあかんけど、マーシャルの効果が、手札を3枚シールドに埋めて、そのシールドから3枚ブレイクするっていう効果なだよ。シールド、まあ、攻撃して破ることブレイクって言うんやけど、で、この時に、 ブレイクしたら自動で発動するシールドトリガーっていうカードがデュエマにあって、<ー>この埋める3枚をシールドトリガーにして、埋めて拾ったら、これが無料で使えると、要は。うん、で、このマーシャルを出して埋めて拾ったら、このマーシャル昔のカードやから、当時はそんな使い方してなかったんやけど、この3枚で、いろんなことしながら最後初期の盤面をもう一回作れるっていう。うん、だ要は、この3枚使うやん。うん、で、墓地行くやん。うん でこの3枚の効果を使いながらこいつを1回殺して蘇生させて手札にこの3枚が戻ってきたら、うん、最初と同じ状態になってるよこれ。でもう一回これ出して、うん、埋めてこうなってこうなってこうっていうのを証明さえできたらこの過程で発生したこの3枚の効果が無限に使えて <laughs> <う>相手の山札がなくなって勝ちとかこっちが無限に墓地から何かを蘇生して勝ちとか。 永遠に攻撃し続けるみたいな状態になる効果だけが一生残り続けるっていうっていうデッキなんやけどでそれがもうそのマーシャルっていうカードがパワー5000なんよで 5000VT っていう5000以下を出せへんくするカードみたいなのがあってそれを相手がループするちょっと前のタイミングを見計らって出してでこのカードが1ターンしか効果継続せえへんねんけどこれを 自分で手札に戻せる別の2マナのカードがあってこれを戻すっていうああなるほどっていうのをタイミングを見計らって完璧に繰り返して相手のマーシャルループを一切封印した状態で最後相手のカードの効果が全く発動せんくなるザ・キラー・キーナリーっていうカードを出してで全部のクリーチャーでシールド殴って倒したから完全に運やねんめっちゃ勝ってるやんせやねん めっちゃ勝ってた。聞いたら。<laughs> まあ、めっちゃ勝ってんねん。それからその完完全に読み勝ったってことでしょその相手の。まあ相手の運ないっていうのもあったんやけど。<う>相手が運良ければもう一旦早くもあったんやけど。で、しかももっと言うと、この VT が8マナなんやけど、この VT を出したタイミングで、ラビリピトっていう別のカードを。何にもからへんけど。あったら、うん、あの、相手の手札が全部なくなんね、うん。は<ー>ラビリピトはこの、 8以上のクリーチャーが出てきた時に相手の手札が全部なくなるっていう効果を持ってるから。ええ、からこのラピリピとおる状態で VT とグランギニョールで無限にハンデスするっていう。わ、うん、からん。<の>グランギニョール。グランギニョールっていうのがさっき言ったそのこの VT を手札に戻すカード。<laughs> ボラギニオー,ールみたいな。<laughs> 誰やね <laughs> うん。で、うん、その俺の勝ち方もな、悪かったいや、もう、あ、あんやろ。やからめっちゃ、めっちゃうざかったんやと思うねんな、正直。 っめっちゃうざいそうやろだって。で、毎ターン、その VT がひっくり返って飛んでくるし、<ー>で、VT 飛んでくるたびに引いたカード墓地行くから、もう、できることなんもない状態で。はい,はい、はい、で、俺は、確実に勝ちたいからめっちゃ考えるわけよ。<ー>絶対勝ちやけど、でもいい手順ないかなって考えるわけよ。うん<ー>。めっちゃうざかったなそれもな、ちょっと煽りみたいになるんや。もう。いや、煽ってないで、そんなん俺は全く勝ちたくてやってるわけやけど、えー、そう。受け手によっちゃってことですも やられてる側はもう出したいの出したいので出、ね、対策を完璧にできてたってことやんな、うん、せやねん戦術の勝利や<省>勝負の世界いやそこは反省する必要は一切ないでもこれがほんまにリッキー以外もみんなそんなんなってた結構んでしょうね俺はほんまに正直なんかまあ初心者やし、うん、楽しいなと思ってるだけで負けたらもうあざしたみたいな、うん、めっちゃご機嫌やったんやけどずっと ほんまにな、5試合目か6試合目に戦った人がなんか始まる前までめっちゃご機嫌に喋ってて、うん、あ、こんにちはみたいな、うん、で、名前がな、まあ、勝手に言ったらほんまあかんけど「あのトリコの最終回は暴走さん」っていう名前あって、うん、まあそのハンドルネーム自由に,に決めれるから名前面白いからいじってほしいかなと思って「うんうん、あトリコの最終回は暴走さんですか?」みたいに言ったら。 あどううみたいな「トリコ好きなんですか?」みたいな言ったらなんかいや「トリコの最終回本当暴走なんですよね」みたいな「あれ本当ありえなくないですかあネタバレ嫌な人でしたか」っていうなんかほぼけ出してくれて「いや大丈夫です」みたいな、うんいや「トリコのネタバレ嫌な人はもう,<ー>もう呼んでます」とか言って軽口に花を咲かせていいやでなんかそのトリコの最終回を暴走さんが「うん、いやーこの後でも僕仕事あるんでちょっと帰らなきゃいけないんですよね」みたいな。はあ そうなんすねみたいな何時ぐらいに出るんですかみたいな「い3時です」みたいなほんなまあと2試合ぐらいかできんので今2敗同士やったんやけど2敗やったらほぼ可能性ないねまあそうだねだまあでも2敗だからいいっすねみたいな「そうっすね気楽にデュエマできますよ」みたいな言われてめっちゃ仲良くなって仕事まで聞いてなんかまあ町の平和守る系の仕事やったんやけどあんまり勝手に言うのあれから。 いやほんま町の兵は守らなあかんんすもんねみたいな「いやまあまあ」みたいな「ほんま僕に負けてるようじゃ町の兵は守れないっすよ」とか言って「イエーイちょっとやめてくださいよ」とか言ってすごいもういいと楽しくデュエルできそうやそうでもでまあアナウンスでなんか「デュエマスタート!」っていうアナウンスがあったら「よろしくお願いします」んや言うねんけどでまあデュエマ始まってそっから向こうが「ファイアバードっていうまた別のデッキ使っててうん でまあ、このファイヤーバードにまた俺がさっきとほぼ同じラビリフト VT ギニョール当て続けてハンデスしまくって<ー>まあハンデスっていうんだけど手札奪うこと<ー>でもうまた完封して<ー>で最後のターンもうほぼ勝ちみたいになってる状態でまたそのグランギニョールを出して自分の VT をバウンスしてもう一回 VT を出すっていうのをやろうとしたんやけど間違えて一回グランギニョールでこのハンプティルピアバウンスしていいっすかみたいなで一回バウンスして一回捨てたんやけどこの。 まあ手札に戻したんやけど、あ、ちょっと待ってくださいみたいな。手札に戻したタイミングで、こっちにしてもいいっすかみたいな。VT にしてもいいっすかみたいな。ほんまはこれマナー悪いんやけど、まあ初心者からミスってもうて。でまあこれって、この手札に戻したやつを変えるだけやから、別になんか新しいなんかそのカードを見ちゃったとかではないから、こっちが許せば全然いいっすよみたいなぐらいの感じというか。 でまあ、それを俺が悪いんやけど、うんでまあ、それで VT を手札に戻して自分の、うん、でこの VT を出すと結局この VT でハンプティ・ルピアを手札に戻して捨てさせれんのよ、うん、さっきの,そのラビリピトっていうのの効果で、うん、結局その v t 一個分俺が丸読するっていう形なんやけど、うん、でそれを忘れたからめっちゃ反省して「すいません」みたいな「VT でもいいっすか?」みたいな言ったらあ「いいっすけどそういうのあんまやめた方がいいっすよ」あ<れ>って言われて、うん、で俺が VT で戻したハンプティ・ルピアをパーンって墓地を置いて じゃあエンドですって言ってターン渡したら「うん、ああサレンダーでいいっす」って「<は>しゅシュッビューン!」って帰ってって「<laughs> さっきまでのトリコの最終話暴走さんは一体どこへ行っちゃったんだ? <laughs>」とかなったりとか大変でしたいややっぱ名古屋までかけてきてるからそうねそうでもいい人もいたけどねああ 勝った後は青黒コンプの倒し方を俺に教えてくれる人とかいい人いっぱいいたけど,なるほど結構やっぱ覚悟いるなって思ったなデュエルマスターズのデュエリストとしてやっていくには <laughs> それ学んだ、うん、覚悟がいること学んだそう,そう,そうこう考えたらあんま戦う方んほうがいいんかなどういうことなんか叩いたらあかんのかたたいたらあかん人らうん <laughs> いやねうん もうおんね全員がそうとは。つい体験してるやん。怖いよな、なんかそう、全員が全員、そう、なってくると、全員ではないよ、絶対。全員ではないけど、結構いるっていう。ちょっとあんまり、笑えないかもれないまあね。そう。そうなってくると。でもまあ、おもろかったな。あの、シーアーチャーさんっていう、あの、遊戯王の、去年の世界大会3位の人と友達になったりとか。へシーアーチャーさんおもろかったね。 シアチさん帰りさ二人で帰ったんやけど、うん、すごいな <laughs> まあその会場から出るとき、うん、のその日隣で有利のライブやっててえーうん、<笑><笑>名古屋で名古屋のホールみたいな国際展示場みたいなホール<の>みたいなとこで隣の隣の部屋で有利のライブコンサートやってて有利、うん、の,のファンって「リンチって言うねんけどそうなんや有利、うん、のおうちで「有 <laughs> ユーリンチみたいにうんうんで郵便地の人がいっぱい来てて「うん、いやいっぱい来てますね」みたいな、うん、でまああいつらからしたら俺らみたいなオタクバカにされてるでしょうねみたいな、うん、シーアちゃんさんにちょっと軽く振って、うん、でしまずシーアちゃんさんが「有利知らんくて」「え僕有業以外の情報マジ入ってこないからな」とか言って「この人ほんま信用できるわ」とか思ってあすごいなうんでもあいつら多分 デュエマ見たらびっくりししてるでしょうねみたいな男しかおらんしみたいなガネ<あ>ばっかりやしみたいなシーアーチャーさんが「まあでも僕らもあいつら見たら CS ですぐ負けてデッキは良かったんだけど運が悪かったなって言ってそうって思ってますからね」っていうオタクすぎる悪口言って <laughs> どういう意味か <laughs> <その S 2> CS って、うん、GP みたいなもう大会うん なんかこいつら GPCS で負けてそうなやつらだなって全員バカにしてますからねってだからなんかチーズ牛丼食ってそうって思われてるののデュエマ版というかそうそうそういうそ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 そう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  っていうまあ電話やね <laughs> <laughs> っていうまあシーアーチャーのまあ半分ボケみたいな、うん、はいはいはいいやシーアーチャーさんおもろとか思ってうんよ見て CS で2連敗してそうって思わんから、うん、<laughs> 思わんな <laughs> やっぱすごいでシーアーチャーさんがあの黄色の T シャツ着ててあの黄色の T シャツになんか顔の顔みたいなのが入ってないけど、うん、えなんか見覚えあるなと思って「その顔なんすか?」って言ったら J スピードさんのアイコンですって言われて、この J スピードが、俺が中学の時に遊戯王の世界大会出たやつやったん、えー、で、J スピードっていう言葉、ほんま10年ぶりに聞いて、シんま。くー何 ?J スピード何がだ懐かしい <laughs> シーアーちゃんさん、勘弁してください。J スピードじゃないですか。<laughs> シん勘弁してください。カリスマなん J スピードカリスマなんでよ、熱ーとか思って。あ<ー>なんやねん。めっちゃ楽しかった。 <laughs> そう。楽しかったです。いや、よかったよ。掃除て。でも、シーアーチャーさんは、ユーリーを知らんから、ほんまに、その、マックスの陽キャ、自分が知ってるマックスの陽キャが、CS で2連敗してるやつなんかもしれん。<laughs> <laughs> <laughs> マジで、<laughs> その、そうね。その、CS 出ずにサッカーしてそうとかじゃなくて、CS とかはもうほんま知らんくて、<laughs> ユーリーとかも知らんから。ほまシーアーチャーしか知らんから。シーアーチャーさんは遊戯王だ。 ちなみに。勇気をね。じ、実体験に基づいた、シューマイフットサルしてそうとか、そういうの、もう全部知らんから。シェイチャーさん、熱いです。えー、有便地か。で、今、カードショップ、俺の話題で持ち切りらしい。えー。いいことか。まあ、いや、全員俺の話題で打ち切ってるらしい、今、あ、そうなんや。まあ、でも、いやん、共通的。そうやね。結束だったら。え、だから、ほんま、これだけ伝えたいんやけど、まあ、身には来るやろうしな。まあ、得か。 ブロックされた時に、俺がなんで追加で会おうとかっていうと、うん、まあ俺がどうなるかは分からんけど、うん、絶対にデュエマの界隈が損することはないって俺は思ってやってるっていうんだけ伝えたくて、今絶対共通の敵俺やし、うんうん、で、その、結果俺のツイートで俺のフォロワーは、なんか分からんけどデュエマやってんなこいつでデュエマに興味持つ人もおるかもしれんし、うん、だトータルデュエマのファンが減ることは絶対ないと思ってやってるっていうんだけほんま信じてほしい。そうか。まあ、でも、 俺は完全にデュエマのアンチになってるそれはもうもともとデュエマする可能性ないからいいけどデュエマにまあでも興味持つかね難しいないや絶対まあでも持つ人は持つんだ昔やってて懐かしいなとかでベテランチが久しぶりにやろうかな久しぶりにやろうかなおるって俺は魔王軍見に行く人もおるやろしいや絶対その魔王軍の試合を見たくなる人もおるやろしカジュアルなデュエプレイヤーでそれだけほんま信じてほしいけど でもリッキーとその魔王軍の人とまあ s h i k i z a d には本当迷惑かけてすいませんでしたっていう,うんっていう感じですうん難しい魔王軍のみんなはユーリンチのことどう思うんやろうないやー <laughs> ダサいと思うんちゃうユーリンチやでえそのユーリンチというネーミングに関して,う関してどう思うか教えてユーリンチで <laughs> ユーリンチに対して ベテランみたいな寄宿もうん <laughs> ああ<ー>、だからそれと似たような現象でしょ言ったらそ、ね、うん、誹謗中傷じゃないよってー俺がユーリンチは決めそうホンマ魔王軍がユーリンチ初めて見た時みたいな感覚で遊、うん、リン行って何って<で>言っちゃったんやねっていうのだけほんま伝えたいなんか難しいっすね、うん、だって魔王軍もだって別にめっちゃバカにしてるわけじゃないやん最初のツイートもバカにしてとかさ うん。そのバカにしたかったらもっとバカに仕方があるやろうしさ。うん、ちょいいじりはしたよ、もちろん。うん。いや、それはちょいいじりやからツイートしてるわけで。うん、うん。そう。でもそれ、難しいわ。まさか。そこの線引きって。まさかブロックされると。まあでも今までマジで多分魔王軍っていう名前いじられたことなかったんやと思う。強いから。免疫がないんや、もうそういう、いじられる。身内で、お前魔王軍やもんな。とか言われてるって思ってたんやけど、俺は。言われへんねやと思う。うん、多分もう強いから。 尊敬されて,て普通にあそうやな。っていう反省もあります。そっか。裏笑いでつけてないやんせやね。俺らが来獣をつけたのとはわけ違うねん。そうやな。なんやねんその名前って言って魔王軍ってつけたんじゃなくて。そう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 。うわあ。魔王軍の由来はいいあのドットさんっていう人が魔王のように強いかららしい。い<え>リーダーのドットさんが魔王のように強いから。そうなんやで。俺たちは魔王軍っていう名前にリスペクト持ってるみたいなツイートも結構ありました。<laughs> ああそうなんや、うん、そうじゃあまあホン魔王軍の皆さんにはね申し訳ないことをしましたね、うん、でリッキーのこのさ紫のさこのアイコンあるやんこのアイコンをさ何かっていうと、うんまあ、フォロワーが教えてくれたんやけど LINE、うんうん、スタンプであの「闇属性の男子」って書いて「闇男子」っていうラインスタンプがあるんやけどその闇男子のアイコンですそうなんや闇男子を敵に回してるん そらかも。そうやな。闇男子であることを最初から分かってれば。いや、せやねん。その、このアイコンが闇男子って分かってたらいかんかった。<laughs> うん、そう。そっか、やから、リッキーを知らなすぎたないや、せやねん。リッキーさん。せやね、うん。悪いことした、ほんまに。どっちが、いや、まあ、俺が言うんはあれやけど、どっちも悪れないと思う、ほんまに。うん。なんか、<ー>てか、この出来事に乗じて、俺とリッキーを叩いてる、どっちものいたファン がほんま一番やばくて。まあな、もうほんま全ての事象に関してそうや。配率に関しても。ほんまにそうやわ。で、リッキーはほんままっすぐな人で。1年前の GP は、あの、ヒロアカのコスプレをして、9勝0敗です。強、強。これ、オールマイト。あの、あいつ、白と赤の、銀と赤のう、とりや、わからんけど。そまあ、それはもうまあ好きにしたらいいけどやな。ええ。でもほんま、おのおのね、 戦い方って感じですけど、ね、そのそ<う>ブロックするのもリッキーの戦い方やし、うん、いやそうだ結果ほんまうんいい試合やったグッドゲームそうやなそれに関してももうグッドゲームで終わってくれればいいよねあ,あこれほらうわホやコスプレして、はあ、これ何やっけ何てキャラやっけや分からん忘れたなでもちゃんとリッキーのこと調べてるやんいややね教えてくれた、うん、友達がなるほど <laughs> いやリッキーもベアンサーのこと知ってくれるといいですね いやそう、まあ、でも遅い。デュエマのファンたちがさそのデュエマを盛り上げようとしてる <laughs> その数字を持っている人を叩いているっていう状況を見てそれを沈静化させるようなツイートを本来そのデュエマのプロの人はしないといけないのに自分の非を全く認めずに。 そのベテランチだけを叩くようなツイートをしてしまうところがちょっとひどいですね <laughs> 厳しいってお前 <laughs> 厳しい一番気 <laughs> あかんってお前お前が俺を批判してそのデュエマファンのガス抜きをしないとさちょ,とちょっとどうかしてるな、うん、まあ別にまあでもそれも思ったそのてか y o s ザデッドマンのツイート見てほんまにそうやな,な負けて悔しくてイライラしてしまいましたごめんなさいって言ったらええのに まあ、絶対でも,でも俺が、まあ、そ,もそ,そもそもまあまあまあよくないけどな確実にそうなんやからまあまあ俺が逃げ道奪っちゃったっていうのもあるそれで言うと、ね、そうやな詰将棋詰 <laughs> 将棋これ以上ベッドランチを叩かないでくださいみたいなこととかも言ってなかったまあこれについてはもうそれあでも俺も言ってないからそれはまあしゃあないっちゃうまあ基本にやっぱその霊障系やと思われてるっていうのがね いやそうね、ネットのイメージがやっぱ学歴中やと思われてるしそうそうそうまあ学歴中やと思われてるな俺だってな全く興味ないなんか全然知らんな、うん、も何も思ったこと大学10個ぐらいしか知らん <laughs> 俺らぐらいになるとほんま何も思ってないんやけど、うん、まあそれはそうねまあだからそこはほんま難しいなって思う来イ好きや人が学歴中と思われてるよなああまあそれもそうかもまあ中におるやろう結構な別にそれ、うん、実際まあおるはおるやろうけどし、うん えーすごいでもなんかね見てて勉強になりましたわそうんかそうどう俺のファンの人がベテランちは泣いた赤鬼だっていう考察をしててなんか泣いた赤鬼 <laughs> 自分のヘイトだけそ<う>自分に集めてってことやろ昔話で赤鬼がヘイトを自分に集めて周りをなんかすごい得させるように動いたみたいな青鬼をな助けたみた <laughs> いなそうそうそうなんか <laughs> そういや <laughs> マジででもそいついいファンやなっていう、うん、そういうとこあんねんな まあでもその俺が悪かったですそういうとこあるそういうとこあるそうやな今回は狙ってはないけどなうんもちろんもうちょいそのいい感じほどよく盛り上がると思ったけどまさか100で俺が悪いとはうん反省しましたもやもやしたな100ではないけどなもちろんいやまあでもまあまあもうでもデュエマのことは触れないです得しないのでそうやなもう今ずっとデュエマに触れてもなお前が喋るんなお前がデュエマのこと喋るんなってそのうん はい、あのどんどん高齢化していく先細りのコミュニティでいいんだったらそうしてください、うん、もう僕はう<ー>何も言いませんほんまに、うん、ちょっとでもなんかデュエマ知らん人にこいつがデュエマ楽しんでるっていうのが伝わればいいかなっていうので、うん、思わないもんだってあの魔王軍のあのリッキーさんから一生できました でもこれは本当偶然だと思います。<laughs> 全然デュエマーで対戦相手に対してリスペクトを持ってるっていうのは伝えたいんですけど、<laughs> <な>でもリッキーさんを勝てたっていうのは嬉しいし、うん、リッキーさんの宣伝にもなると思うので名前を出させていただきます。対戦ありがとうございました。思、うん、んないもん,、うんうん。それはその、俺にも縛りがあるから、まあね、俺が発信することにも。俺が自分の感情のまま発信してるって思ってまうけど、それは絶対。うん、それはまあほんまは違うよっていうのはあります。<laughs> いやそうね。いや、ほんまに、だいぶ抑えてたけどな。あその。もうちょい煽おっててもいいところを、だいぶ抑えてるツイートやった。ほんまうん。近くで見てきた。まあ、それは岩井社長の時とかもっと言ってたよ。うん。こうちゃんとか。なうん。だいぶ抑えて、魔王軍って何ですかやで。うん。うん。まあ、そうやな。ほんま。義務煽りといか。いや、ほんま義務必要最小限。ほんまに、その、うん。やんな。うん。それでだって、 うん、それなかったらほんまに意味わからんツイートになってまう。魔王軍のリッキーさんを倒しました。ほんでみんなが魔王軍って何ですかってなってまうから、うん、俺が先に魔王軍って何ですかを添えることで、いいねしやすい。な。まあそれはでも伝わらんかった。誹謗中傷になってしまった。誹謗中傷になるんや。それって。誹謗中傷です。言ってんねん。それはでも感じた側の完全に悪者にしてるから。<laughs> そう、デュエマ、いや、そうやね。デュエマ軍団が俺を誹謗中傷したやつみたいになったんよ。そう。あそれは、ね、一気に誹謗中傷だと思いましたって言ってんでも。それを被害者が言ったら今の時代よ。無理やからな。うん。なるほど信じられへんよ。結構辛かったです、この二日間。いや、そうですね。完全な保身。ねじ伏せられましたね。システムに。<laughs> いや、ほんまシステムにねじ伏せられた。デュエマや。に。<laughs> ほんまに。ほんまに。<laughs> 公式が出てきたのが痛かったな。そうね。公式にここまで言わせないよみたいになったのが。正義みたいなもんですもんね、公式に。そう、もう公式がだってもう、だってカード作ってんねルルもんねもー。まあもう、でもそれはもうご縁がなかったということで、えー、発表あります。あれ遊戯を始めます。お<ー> <laughs> いや、どうなの それちょっと冗談です遊ぶんにも迷惑かかるからデュエマと揉めたやつが戯王来たってなったらそうやなまあほぼほぼ界隈の構造は一緒やろうでも遊戯王の方がより不謹慎らしいですシーアーチャーさんが言ってましたそうなんやほんなもやめとこシーアーチャーさんが「戯王来る?」って言ってましたカード募集カード募集カード募集もうやめようやめろ全売りうんまあ売るか 意味なかったな、うん、ほんま。ほんま意味なかったな、なんか。ディエマ意味なかった。え、こんなピエロおるこんな1ヶ月前からさ、ワクワクしてさ、<laughs> うん、一生懸命練習してさ。<laughs> うん。嫌われ者にいや、そう、ディエマの全員から嫌われて。<laughs> はい。ディエマ界隈、ありがとうございました。いや、ほんま。さよなら、ディエマ界隈の皆さん。ほん,まほんましんどい。ほんまに。ほんま10、20万ぐらい買ったんちゃう、カード、ほんま。うん,うん。 で七7章に敗して結果も残したのに。うん、なんとツイートが炎上。まさか誰も予想してなかった。ツ、うん、イート炎上やし、なんならもうツイート炎上したせいで多分結果もね、その。そう。なんか。いや、めっちゃ馬鹿にされたで。うん、お前。 お前トップランカーに教えてもらって7勝2敗かよ自慢ですよ。めっちゃすごいやろ、<laughs> とか。4500人おって。多分もうそれもネタまれるんやろうなって思うな。7勝2誰でも。敗とかそう、そうやねん。いや、そうやねん。多分そのそほんまに、ちゃんと努力して7勝2敗。2> まあ運もあるやろうけど、努力してるっていうのが伝わってないし、正直2勝3敗でも結構すごいぞ。うん。 結構みんなずーっとやってきたとこからだからその,その時期もわかんねえんだから俺がツイートした時ってみんな基本負けて帰ってる日やねその日ああ1日目なふ2日目の、うん、その2日目の夜、うん、みんなもうそっから参拝したやつから帰ってから7勝2敗すんのはだって上300人とかよ、うんうん、他はもう全員俺より下の戦績でイライラしてるわけ基本俺は7勝2敗やからホクホクやけど、うん、そうねなんやねん33やんけとか13<ー>やんけなえるわとかうん 全部がほんま悪い方悪い方に行ってしまう。その代表が魔王軍のリッキーやしな。負けてイライラ、あ、負けてイライラしてない。ごめんなさい。俺が誹謗中傷した。でした。ごめんなさい。そうね。失言でした。それが悪いから。まずは、元はといえばそれが悪い。うん、ちょっと、まあほんま、ほつちゃう。ちゃんとした、その、100-0になってしまってる炎上。まあ難しいっすね。盛り上げ方が、難しいってことだ。カードゲーム界隈は。 ただ西さんからは俺のインスタのストーリーに最初のツイートあ親しい友達で「まさかこんな炎上するとは」みたいなあげたら西さんは「いやクソ笑ったよもっと尖ってった方がいい」絶対反省しない方がいいありがとう西さんすごいありがたいほんままあまあそれはまあ反省はするんですまあそういう人も大切にしてうんまあそういうさん大切にしようほんまに俺ももう ドラフト会議あった日からもずっと日産とライして、もう来シーズンに。うん。すごいヤクルト1位、中村優斗一本釣りいいっすね、とか言って。いやあれすごいよ。うん。な、ほんまは日産とずーっと野球のライン。愛知工業大野球、うん。160キロ投げるやつを、例年やったら絶対、うん。競合するんやけど、丸と金丸と、金丸と、あと誰やっけ胸山が、胸山と、5球団、5球4球団、5合団、球団、強球で だから単独指名したのが3球団しかおらへんかってなっその隙間を通してンすごかったねなるほどね大人のドラフトだいやそう3番目にいいって言われてたからねなるほどな今回のドラフトでその二大巨頭が強すぎたんやちょっと楽天いったんやっけ胸胸山そうそうこれ9回の損失やねこれやねい胸山会話やんけそうやなもう似たようだのお見事どけええ いやごめん俺の話だけなてってもでちょっとさすがにまあね1時間うん、うん、1> 扱わざるを得ないねいやまあでもとは,は俺が悪いと思ってんもん思うよそり俺より立場は悪いと思ってました<は>いや俺はホンま,まあ俺も悪かったな、うん、まあてか俺が基本悪かったなって思ってます大人げなかったなっていう、うんうん、まあその降参っていう制度がねあるっていうのが俺は結構問題やと思ってますサレンダー、うん、<laughs> えどこに ええそのだって野球とかスポーツってあんま降参ってないじゃないですかまあね一気に俺が殴って倒してるけどなまあせやねんけど降参っていうのかなまあんか勝ち負けがはっきりなんかな戦とそまあでも将棋もあるからなでも将棋もたまにこの間千田先生が罪まで刺したっていうのでちょっと炎上したりとかしてたそういうのあんねんやっぱバトルゲームってプロ同士だと詰む後手前とか 9手前とかでもう積んでたら負けましたってお互い分かるから投了するのが礼儀みたいなのも言われててはぁ、あ、でも千田さんはもう玉が動けんくなるまで刺して負けましたってしたから相手に対する侮辱やみたいに言われて叩かれたりとかええー、なんでなええー、よなえやろ別に <laughs> 別に相手がな置き間違う可能性もあるしななっ<ー>1パ、うん、ー 1> 1でも可能性あるんやったらそっちやった方がええよな逆三笘の一ミリうん可能性あるよな <laughs> そやな すごいなホンマ何か文化って違うんやなと思わされたなまあでもそうか何かそのあれか中国ではメッシ残すのが礼儀みたいなことかまあとかいろいろあてかもっと言うとホンマに俺がアカンかったのはデュエマやとし間違えるわけないやろってことかまあそうそうそう将棋はね確かにデュエマやで言うと勝ったあとあえてるのってマジで結構アカンらしくてそのうん 俺は結構そのプロなんやったら盛り上がるからええやんと思ってもうたけど、まあ、その一般人同士でそれしだしたらマジで終わるから、うん、その今回そのリッキーと俺を誹謗中傷してるような奴ら <laughs>、うん、がそれやりだしたら終わるから、プロはそれできひんっていうのが多分あって、だからなおさらその俺の煽りに見え、より煽りに見えたんかなっていう、普段そういうのないから。そういうしきたりがあるってことそうそうそう、もうそれは絶対あかんみたいな。勝ちたいやりっていう言葉があって、勝、はい、った人が対戦ありがとうございましたとか言うのもあんま良くないみたいな。 ママアカやんママアカママアカママアカやんその、ママアカ、ママとしてアカウントをやってるママアカなツイッターの、の、その、暗黙のルールとして、その、旦那を褒めないみたいな、その、ガチガチのがあるっていう。ママアカってそうやな。旦那が、その、もらはらしてくる人もおるから、 旦那のなんかしてくれて良かったこととかをツイートするのはマナーとしてはよくありませんとか。ええー。まあまあ、それは確かに。そういうガチガチのがあるっていう。デュエマ。ち、デュエマゾ。デュエマゾ。なあ。まあ中学生の時にさ、楽しんでデュエマをしてた時の気持ちを思い出そうや。まあほんま、うん。伊沢さん、伊沢さんに対するスタンスでやってもうたなっていう反省ですね。なるほど。まあ、めると。まマジでそうじゃない。伊沢さんやったら絶対そう。ろうや。 伊沢さんやったら絶対そうした方がクイズでさ、例えば得意なお笑いの問題が出て、俺が早押しで勝ちました、うん、伊沢さんに。うん、よっしゃ伊沢さんから1ポイント取ったで、うん。そう。伊沢さんはブロックしない。なそうやろ。普通に。<laughs> いや、それはだから。運なのはその、どっちも分かってますやん、別に。うんうん、運込みなのは。それは見てる人も分かってるし。うん。そうで。それでどっち行ってもいいやん、その。 なめんな、次は絶対お前勝てるわけないからでもいいし、おみそれしましたでもいいし、な。どっちなってもまあおもろいかなって俺は思ったよ、ほんまに。な。来週って何ですかって言ったらいいだけの話というか。いやいや、それはでもまあそのほんま大人げなかったそれはむずいよ。それは。うん。それはだからほんま大人げなかったなっていう。こうがな。その、そう。伊沢じゃないっていう。そう。うん。まあまあまあ、だから強いるのも良くない。いや、そう。 許容しろよっていうのもまあよくないけどそれはそのできる人できひんあもっと簡単なパスをそうな出さないととかなそうかもなうん, <laughs> なんかやってもいいことではあるとは思うねんけどうん、うん、そのブランディング上もあるしうん、うん、まあ今までも,もう積み重ねもあるからそれやってもいいことなんやけどもうちょっとどういうついてったらよかったんやろなうん魔王軍は僕も入らせてください ああ <laughs> よかったね丸いねでも。<laughs> そうかなでも俺がそれツイートしたら滑るからな、多分。いやでもまあ、そっちの方が炎上した最後かわかんねやろ、でも。うん、魔王軍って何,何ですかが誹謗中傷なんやな。うん、そこまではだって、魔王軍のリッキーという人を倒しましたやろ。うん、そこまではセーフやもんな。まあそこは事実ですか、ね、だから最後一行どうしたらよかったかってことやな。な、うん。な、なんやと思う魔王軍。 もちろん皆さんは魔王軍はご存知ですよね。魔王軍というのは2010年にいやういう。やりすぎ、や,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 やりすぎ、はい、違,う違う、違う、違う。違うな。魔王軍。いや、これはあれじゃない。魔王軍のリッキーという人を倒しました。うん、リッキーで <laughs> ーいや、絶対そうや。絶対そうや。<laughs> だって友達が叩かれてるのが嫌やった <laughs> いやたら。 リッキーに対しては別に言っってなかたそれやったら怒られてなかったリッキーってなんやねんリッキーってなんやねんって思わんやろでもって言っとったらリッキーそれより強い魔王軍手やろやそうやなやっぱその視聴者に求めやつじゃないやっぱいじるしたら魔王軍やろもしそのツイートしててもだってリッキー手やったとしてそれ見たらリッキーもいやいや魔王軍手でしょ 言わん思ってないから言わんそれは思ってないから言わんのだって力ッててって思っちゃうなでもあもう価値観が分からその一回その一回そのみんなフラットに戻ってほしいあのフラットってのはフラットさんじゃなくてフラットさんほんま炎上させてすみませんほんまにだからそのほんまにそうほんまにそのフラットに見ようぜって俺は思ってるそうやなその一回その魔王軍っていう名前を初見で見た気持ちだけ 俺はそのフラットに揺り戻すために強くい言ってるけど <laughs>、うん、その言いたいことはそのフラットに見てくださいっていうまあねそのフラットに見たらまあでもするほどのことじゃないよねっていうまあ,まあでもこのラジオもまたデューマのファンに叩かれるやろうなありがとうございますうんその中に一部でも俺らのことをおもろいと思って,てくれた人がいたらついてきてください他の人ははいどっかで戦ったら僕が勝ちます デュエまでねちょっと2人の話も聞きたかったんやけど来週俺おらへんからああそうね確かにちょっと CBT あるんでちょっとそこで2人の話はいっぱいしてくださいすいませんということで長くなりましたがこれからのねますますのデュエルマスターズ界隈の発展を祈っていきたいとはいますいつか魔王軍とデュエチューブ公式で戦うまでやめることはないだろう勇者軍勇あっ陰者軍ね 魔王軍と戦う。魔王に対したらまあ勇者軍,勇者軍やな。うん、いや勇者軍って。じゃあもう,ん、うやめろる。誹謗中傷やつするブロックするぞお前。マジでいかいにしろよ <laughs> 勇者軍って何ですか。や,やめろっつって。仲間悪く言われるのは一番許せん。<laughs> お前だけやね。<laughs> 勇者軍。<laughs> ありがとう。<laughs>